はい、皆さんこんにちは。ヘナです。タカです。エリキブロークです。私たちは旅行に行きます。旅行タイムです。久しぶりの旅行です。久しぶりだね。今日は石川県の能登半島に向かってます。名古屋から長距離ドライブ旅行です。こう何これ、一番まっすぐ上に北の方に向かってこうズン、そこでいい旅館に泊まって、なんかいろいろ海沿いとか海岸を楽しんで、そういう夏の旅行です。いいね。でそういう夏の旅行に必要なのがいい車です。チャチャン、アウディを借りました。今日はスポーツカーじゃなくてセダンタイプのゆったりとしたアウディ A6。 じゃあ行きましょうか。行きましょう。続けて行きましょう。レナさん、フェラーリだよ。フェラーリ、フェラーリ追いかけよ。フェラーリ、フェラーリ追いかけるよ。この車で追いかけれるの？めっちゃかっこよくない？たまたま今出てきたらフェラーリが目の前走ってる。ちょっと大盛り上がりは可愛いね。追いかけましょう、フェラーリ。フェラーリ抜こう。ちょ、何？タカの夢？そう、夢。あ、行っちゃった、行っちゃった。バイバイした。さよなら、フェラーリ。買いましょう、将来。そうだね、そうだね、これを買いましょう。アウディさえ買えないけど、フェラーリを買おう。 そう。パーキングエリア。そう、お腹すいた。腹ごしらえします。なんかパフェあるね。うん、あ、パスタ、俺パスタでいいや、決まり。はい、オッケー。ピザが来た。うわ、うまそうね。うまそうだけど、なんかチーズだよ。もちもちチーズ、うん、おいしい。白エビのパスタ、ペペロンチーノ。なんか富山の富山のさ、白エビの唐揚げ思い出すね。うん、めっちゃパリパリでうまかった。このパスタもうまいんだよ。お、うまい。グッド。いただきます。あ、ふう、白エビの海がこう張ってくる。うん、うまいね。デザートだよ。社長はやばいよ。いつも通りだよ。絶対にソフトクリーム食べるよ。バニラ、おいしい。出たよ。なぎさドライブウェイ。あれだよね、海外線をブーって走れるんだよね。そう、すごいね。この車あれだよ、セダンだよ。SUV でもないよ。埋まってったら笑うよ。笑おうね。動画的には面白いけど、レッカー呼んで面白くなるよ。入り口ここだよ。めっちゃ雰囲気いいじゃん。いや、海に来たって感じだよな。あ、このまま降りていけばいいってこと。まあそこは降りればいいんじゃない。マジでこれ大丈夫？車、それは止まんないよ。今から分かりますね。車をここで止めて、後ろ開けて、パラソールをかけて、椅子とか、めっちゃいい。雰囲気めっちゃいいじゃん。私たち準備不足です。何も準備してないから海に入れないよ。入れるよ、レナ突き落とせば入れるよ。で、どうする？笑う。ここにコインシャワーがあるよ。本当だ、温水シャワー。じゃあ入ろうと思えば行けるよ。あと海の家もあるじゃん。食べれるよ。あ、いい匂いする。なんかサザエとかは食べれるよ。ビール飲みながらなんか浜焼き食べたらめっちゃ美味しいんじゃない？
でも私は運転したくないからタカはビールを飲めないよ。残念。使えないやつだな。どっかでさ、夜車止めて海に入りたいね。だからここら辺がいいんじゃない？ここは綺麗だよ。ゴミがなくて。取り過ぎた。一旦戻って。じゃあここで止めるか。はい。夏だよ、夏だよ。めっちゃ天気いいね。見て。裸足だよ。ドロドロだよ。見て。すごいね。遊びに行きましょう。めっちゃ綺麗。本当だ。全然寒くない。押していい？いや、あれだよ、あの、もう入りたいよ。いいじゃん、これで入ればバシャーン。これで入ればどうするの？うわ、冷たい。あー、気持ちいい。最高。え、日本にそういう海あったんだね。日本海側ってやっぱ綺麗なんだね。俺たち住んでるのは太平洋側じゃん。日本海側は綺麗なのかもしれない。こっちに引っ越さなきゃいけない。何をやってますか？エルキブログを書いてる。そろそろ行きましょうか。でもタカがまだ全然濡れてないから今日はタカの番かな。落ちる。タカ、ここは出口だよ。ここは出た方がいいよ。次のスポットに着いたよ。岩門。何かわからないけど。俺もわからん。昨日調べたらここでなんか景色がいいらしい。あ、そうなの。しかも海の水も綺麗だし。ねえ、下が見える。遊覧船マストの奥にある。うわ、可愛らしい。戻ってきた。まあ、この辺一周くるっと回ってくる。ということで、ここから遊覧船に乗って気持ちいい、風がいい。めっちゃ涼しい。能登半島はあれだって、サザエとかアワビが取れるんだって。だから知多半島と一緒だよ。今日の夜食べなきゃいけないよ。頭が左のお客様をね、洞窟入って出た後に左横も気にしたりとか。このまま洞窟入ってくんだって。本当に揺れてガン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 ってなったら。この洞窟を始めたところが危ない。やっぱり通過は無理だったね。残念。まあ良かったけど。水深3メートルだって。もう浅すぎて行けないんだって。木造のランプを使用する灯台としては最も。終わりましたね。20分の遊覧船。ここからもう車に帰って今日はお宿に直行します。これが今日最後のスポットで今からお宿でゆっくりします。ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。セミの鳴き声すごいね。そう、夏だね。あ、こっち、はい、ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。